はい、えー、H.A.I.S. グループのハウステンボス、ついに売却ということで、えー、日中ですね、それは誤報じゃないかなってことで、このハウステンボス自身から声明が出されていたんですが、えー、残念ながらですね、えー、日本の誇るハウステンボス、こちらの方、香港の会社に売却ということになりました。私たちはこれで良かったんでしょうか日本がどん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 、 切り売り売されていますかといって、日本人自身に、もうすでに、日本の会社を買う余力はありません。生き延びるためには、目先のお金、目先の負債、こちらの方に目を向けて、売れるものは何でも売っていくしかないということになります。私たちは、この国を今、売っているところなんではないでしょうか。 HIS がハウステンボス売却へ、香港の投資会社に業績を上向いたタイミングで判断ということで、記事は読んでいただきたいと思いますけども、ハウステンボスはもともと、もともとね、私たち日本人を楽しませるために、外国をモチーフとした、そんな、外国型テーマパークとして登場しましたが、 いろんな思い出ありました。もう私たちのものではなくなります。コメント見てみましょうか。ああ、もう最悪中国に変われてしまいました。岸田、このままで本当にいいの確かに、こういう時に大規模な財政出動で防衛をしなければなりません。日本の国土の中が日本じゃない主権に今侵されているわけですよ。本当にこれでいいのだろうかと。 本当に、この程度の資金注入ができないんでしょうか本当にいいんでしょうかこれで。おいおい、GoTo その他で散々いじめ抜いた結果はこれだよ。また日本企業が外資の参加に入るのかよ。HIS になって初めて3ヶ月前に訪れたが、次は外資かよ。まあ本当にね、新型コロナウイルスとかなんとかほざいてる人とかマスクをしてる人とか、ワクチン打ってる人ふざけんなよと思いますよ。うん そういういかな人ががやったのがこれですよ、ね、日本国民が全員でね「右へならえ」みたいな感じでマスクしてるでしょここにもありますけどもバカですよ本当に責任取れようと思いますよ単なるねマスクして歩いてりゃいいってもんじゃないですからね戦争より怖いことが起きてますよ静かに日本は日本じゃなくなっております 今日、このコロナを恐れている人がそれをやってます。ほんとね、ふざけんなよ。マジコロナ牢は賠償しろってほんとそうですよね。まあ、自分一人の安心感のためにね、こんなことしてるわけですよ。いや、ほんとに返すがいですね。愚かで、愚かで、仕方がないなと思いますね。ほんと愚かですね。まあ。 こうやってみんなでいいことをしてるつもりでよくないことをしてるということなんですよね。日本中の旧友地に張り巡らされた太陽光、あれもどう思いますでも農家の方が後継ぎもないし土地が遊んでるところに太陽光でもつけようかって思うのは仕方がない話ですよね。その仕方がない、個人個人の仕方がないがどこに向かうか。 まあ冷たい目で私は見ていますけどもね。まあだからといって私にも止めるすべがありませんので。同じようなもんですよ、私も。いやー、本当にこれでいいのか。これでいいのか。かつて特攻隊員が守り抜こうとしたこの日本は、結局は銭金ない私たちの世代がその死を無駄にしてしまったんじゃないかなと嘆くばかりでございます。さようなら。